はい、皆さんこんにちは、トミーでございます。今回もナチュラルビューティースタイリストチャプター2の、第3章ですかね。はい、3つ目の項目からお話を進めていきたいと思います。では今回タイトルはオイルとエイジングケアについて、まあ、食材の成分とかですかね。はい、これについて深掘った内容を見ていきたいと思います。はい、それでは早速中身に入っていきます。まず1つ目が飽和脂肪酸ですね。はい、これはちょくちょく聞いたことがあると思いますが、どういったものかについて詳しく見ていきます。バターなどの乳製品ですね、あと肉の油など動物性脂肪に多く含まれています。常温で固まりやすく固体なのが特徴ですね。血液中のコレステロールを上昇させてしまうので、摂りすぎると肥満など生活習慣病を起こす可能性がありますということですね。まあ何でも摂りすぎは良くないんですけども、そうですね、まああまり摂りすぎは、しない方がいいかなというものでございますね。はい、で続いて負がついた不飽和脂肪酸についてです。これは常温で固まりにくく液体なのが特徴ですね。でこれは植物油の主成分で、魚の油にも多く含まれています。血中の中性脂肪やコレステロールの量を調整します。アレルギー症状の緩和に作用します。ということで、まあ、不飽和脂肪酸はいいということですね。積極的に摂取した方がいいということです。で、近年注目のオメガ脂肪酸、これをよく聞くと思いますが、これも不飽和脂肪酸の一種となります。はい。続きましてですね、このオメガ脂肪酸の特徴と含まれる食べ物について、まずオメガ3というものがありますね。オメガもいろんな種類がありまして、まず3からですが、これは目や脳に良いとされる魚ですね。DHA、EPA やアルファリノレン酸を多く含んでいる食品だという定義です。で、熱に弱くて酸化しやすいという特徴があります。はい。具体的な食材としては、エゴマ油、あとはアマニ油や青魚、クルミなどが当てはまるものになります。で、続いてオメガ6です。血液中の悪玉コレステロール濃度を下げます。あ、これ優秀ですね。オメガ3に比べると安定性が高い。これも素晴らしいです。が、同じく熱に弱い性質がある。まあ、熱に弱いっていうのはこのオメガの、まあまあ、デメリットというところですかね。はい。で最後にオメガ9でございますが、オメガ6と同じく血中の悪玉コレステロール濃度を下げると。これも非常に素晴らしいですね。熱に弱くて酸化しにくいのが特徴ですと。あ、熱に強いですね。また酸化もしにくいということで、オメガ9が一番優秀ということですね。はい。まあ、このオメガ9を含んでいる食品、食べ物を多く摂取した方がよりいいということです。はい。続いてですけども、これ聞いたことがないと思いますが、プライマリースーパーフード10ということですね。はい。これはですね、スーパーフードの発祥地であるアメリカ、カナダですね。で、代表的なスーパーフードとして認知されているものということで、日本スーパーフード協会というものがあるそうでして、これが特に重要と考えて、優先的に国内で推奨している食品のことと言われております。まあ、スーパーフードというぐらいなので、体にとってもちろんいいですし、栄養バランス的にも、ぜひ摂取した方がいいと言われております。で具体的にはこの四角で囲った食材になりますが、まずスピルリナ、あとはマカですね。はい。それからクコの実、ゴジベリー。はい。これはまあ、ハーブでよく最近取り出してますね。あと、カカオの実ですね。チアシードです。あと、ココナッツ、それからアサイですね。目に良いとされる。はい。アントシアニンを多く含むアサイ。あとはカムカム。それからブロッコリースーパースプラウト。これ長いですけども。はい。まあ、こういう、まあ、スプラウト、そうですね。まあ、ブロッコリーということですね。あと、麻の実、ヘンプなんかが、入っていると。まあ、この10種類ですかね。はい。まあ、優先的に国が推奨しておりますので、摂取していただきたい、項目になっております。では、続いて、コロナの疲れをリセットし、あ、すみません。コロナじゃない。心ですね。すみません。続いて、心の疲れをリセット、ストレスとどう向き合うかという項目でございますが、ストレス軽減に役立つ5つの方法として、まず一つ目が思いっきり体を動かす。まあこれはリラックスというか、まあ体作りにも当てはまると思います。続いて二つ目がストレスに効く栄養素を摂るということですね。まあストレスに効くというふうに言うと難しいんですけども、まあ栄養バランスをしっかりと考えて食材を食べるということですね。続いて三つ目が自律神経を整える。まあこれはね、ストレスに大きく影響してくると思います。
はい、4つ目は、まあ、1番目でも触れましたが、4、リラックス、気分転換をするということですね。はい。最後、5つ目が、質の良い睡眠をとる。まあ、これもね、安眠はすごく、脳にとってもいいので、ストレス軽減に、まあ、フルに役立つと思います。はい。続いて、ストレスケアにおすすめの、今度はハーブティーを紹介をしていきます。はい。1つ目、ダンディライオンですね。タンポポでございますが、材料とレシピを、載せております。まず材料カップ1杯分ですけども、ダンディライオンが 3g、あとペパーミント 2g をブレンドしてもらうといいというふうに推奨しています。レシピとしては、香ばしさのあるダンディライオンですね。これに爽やかなペパーミントを加えることによって、すっきりした味わいになるということですね。ちょっとダンディライオン自体は、まあ、根っこを、使っていく部分でもあるので、ちょっとね、臭みが、土臭い香りもするので、ペパーミントで、爽やかな香りで、打ち消すという感じでございますかね。はい。続いて、ハイビスカス。はい、夏におなじみのハイビスカスですけども、カップ1杯分は、ハイビスカス 3g とローズヒップ 2g を、混ぜてほしいなと思います。まあ、王道の組み合わせブレンドですね。はい。で、ハイビスカスとクエン酸とローズヒップのビタミン C の組み合わせは美肌効果が期待できます。はい。まあ夏にね、すごく、見た目的にも綺麗ですし、赤色で、すごくリラックスできる美しい色合いですので、飲んでみてほしいなと思います。まあ、プラス前にも紹介しましたが、レモングラスをちょっとね、混ぜてもらうとより飲みやすくなりますので、ちょっと酸味がね、強すぎる場合には、レモングラスを混ぜていただくといいかなと思います。はい、続いて3つ目ですが、リンデンですね。リンデンフラワー膨大、西洋菩提樹と言われている、白色の可愛らしいお花をつける、こちらのハーブですね。はい、これはリンデンが 2g と、あとオレンジフラワー 2g を、それぞれブレンドしてもらうといいかなというレシピです。で、フラボノイドを多く含んでいます。オレンジフラワーの組み合わせは、より良い睡眠のためのベストレシピと言われていますね。まあ、リンでもすごく安眠の効果がありますんで、プラスオレンジフラワーで相乗効果を狙っていこうというレシピになっております。はい。では、今回は一応以上ですね。チャプター2はここの、ハーブティーブレンドまでで終わりでございますので、続いてのチャプター3でお会いをしていきましょう。それでは、さよなら。